エベンは、ツングース系民族の一つで、主に、ロシア国内の東シベリア北部地域に居住する。また、ロシア国内のサハ共和国には、エベンの約半数が居住するが、その多くはサハ号日常語としている。エベン人は17世紀以来、ロシアではヤクートによる故障である、ラムート人として知られてきた。民族としての事象は地域によって異なり、 エベン、オロルなどが存在したが、ソ連によって正式にエベンが民族名とされた。隣接するエベン基人とは非常に共通点が多く、過去にはエベン基人やエベン人がまとめてツングース人と呼ばれることもあった。エベン人の居住地は主にオホーツク海、北極海の沿岸部、カムチャッカ半島、北部ヤクーチアの山岳地帯などに分けられる。沿岸部の住民は、 怪獣狩猟、魚郎などを営む低住民であるのに対し、山岳部の住民は移動を伴うトナカイ放牧を営んでいる。近年は一部がロシア人との根結が進んでいる。エベンジンの Y 染色体ハプログループは C2 が74.2%、N が12.9%である。ありがとうございます。